はい、皆さんこんにちは、ダビデです。久しぶりの室内撮影になりますけれども、ローマはまだまだ暑いですよ。さて、10月に入ってからいろんな方々とローマで出会えて、とても楽しい散歩をさせていただきました。しかもとても優しい皆さんはいつも日本からお土産を持ってくれるんですけれども、最近は日本から欲しいものとかあると聞かれるたびに、大体おすすめの本があればぜひ読んでみたいとこのように答えるようにしています。もちろん自分で選んだ本がいいんですけれども、皆さんの好きな本で特別な本棚を作ってみたいと思います。ということで、今回は最近皆さんからいただいたものをご紹介したいと思います。はい、最初は節子さんからいただいた本です。節子さんは先月ご主人と一緒にローマにいらっしゃったんですけれども、2日間お供させていただきました。しかも私のわがままに心よく答えてくれました。実は私読書が好きなんですけれども、最近は時間がないし、ベッドに入る前に読んでも大体眠くなってしまいますので、毎日大学生と同じように1時間勉強するようにしています。特に日本の地理についてもっと知りたくなったので、節子さんに頼んでみたら本をたくさん持ってきてくれました。まずは日本の地理についてこの2冊です。今は日本の祭りに関連する本を読んでいるので、まだ始まっていないんですけど、とても面白そうなので楽しみにしています。そして日本の文学の大先生、遍路周作の名作です。今読み中なんですけれども、感想はインスタで投稿したいと思いますので、気になっている方はぜひぜひ。次は弟と一緒に初めてヨーロッパ旅行に挑戦した、あかりさんです。あかりさんはすごかったですよ。皆さん、私はわさびが大好きなんですけれども、まあチューブでも大丈夫なのに、あかりさんはなんと生わさびを持ってきてくれました。もちろん興奮のあまりあっという間に終わってしまいましたが、美味しくいただきました。そして妹の大好物の、ブラックサンダーと、港かなえ先生の新作です。港かなえといえば、豆の上で眠ると告白を読んだことがありますので、この新作もきっと面白いですね。そして影もいただきました。ダビデ感激、秀樹感激ハウスバーモントカレー。はい、次はゆきのさんです。ゆきのさんはご主人と一緒に新婚旅行でイタリアに来ましたが、彼女と知り合ったのはインスタでよくお世話になっているエイカさんのおかげです。急に決まったものなので、一緒にいられる時間もかなり短かったものの、とっても楽しかったです。私の大好きなオレンジ公園に行ったり、ピザを食べたりして本当にありがとうございました。ラーメンもいただきました。そしてその後は娘さんの結婚式で、イタリアにいらっしゃった悦子さんからいただいた本です。作者は日本人ではないんですけれども、今日本にかなり人気のある本なので、ぜひ読んでみたいと思います。わさび味の柿の種と、わさびのチューブもゲットしました。その翌日はただいまマルタに留学しているナオミさんとお散歩をしました。天気があんまり良くなかったものの、とても長い散歩をしました。お茶もいただきました。ちょうど昨夜初めて飲みましたが、とても美味しかったのでありがとうございました。あとは千鶴さんです。先週の水曜日と木曜日お散歩をしたんですけれども、定番の観光スポットではなくてもいいと言ってくれた千鶴さんのことだったので、ブラブラしているうちにめちゃくちゃいい絶景スポットを見つけました。そして私のローマで一番大好きな素材屋さんでご飯をしました。ちなみに千鶴さんは私の和菓子好きについて全く知らなかったものの、とっても美味しいまんじゅうを持ってきてくれました。妹と一緒に食べて、すぐに終わりましたが、ありがとうございました。はい、終盤に入りました。先週の金曜日は大学生の息子さんと一緒に初めてのイタリア旅行に挑んでいた石井さんと一緒に栄養散歩をさせていただきました。モンティ地区の古着屋さんを巡ったり、トラステベレで美味しいピザを食べたりして、とても楽しい時間を過ごさせていただきました。やはりガイドブックで満足できなかった石井さんから、なんとイタリアのガイドブックをいただきました。今は興味深く読んでおりますけれども、近日レビュー動画を公開したいと思いますので、お楽しみにしてください。最後は東京でグラフィックデザイナーをやっている節田さんと石橋さんという素敵な2人です。土曜日はまずお朝ごはんを食べに行ったんですけれども、その翌日美術館に行ったりインド料理を食べたりして、まあいい思い出しか残ってないです。もちろんわさびのチューブだけではなく本も持ってきてくれました。筒井先生の、旅のラグスと以降期で読みたい本という短編集です。筒井先生といえば、確かに東京をかける少女を読んだことがありますけれども、これも大変楽しみにしています。ラーメンとわさびの海苔もいただきました。うん、美味。はい、これで
以上です。もちろんお土産も大切にしたいんですけれども、一番大事なのはやはりみんなさんのことですね。みんなはそれぞれの生き方、価値観が合うからこそいつも大変楽しい時間を過ごさせていただいています。どんどん私も成長しているような気がしますので、これからもっと頑張りたいと思います。ちなみに今月末は仕事でベネチア、ボロニア、アマルフィとナポリに行く予定がありますけれども、ベネチアとボロニアに行ったことがありませんので、皆さんからおすすめの穴場スポットとかレストランをいただければなと思います。メールやコメントなどでよろしくお願いします。イタリア行きたいの公式のインスタページもありますよ。毎日イタリアから素敵な写真とストーリーを投稿しますので、気軽にフォローください。そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ところで最近はローマで特別な一日を過ごしましょうという料金付きのサービスを開始しました。穴場スポット体験などを含めてローマで普段あんまりできないものを提供いたします。詳しくはメールをください。メールといえば、今日から皆さん向けのテーマトークを始めたいと思います。今月のテーマは私の初めてのイタリア旅行です。初めてのイタリア旅行は思った通りの素敵な旅になったのでしょうか。特に印象に残った景色、場所、食べ物などメールをたくさんお待ちしております。それではまた来週お会いしましょう。アリューデッチ。